こんばんは、ひよです。ザ・クルーの、ストーリーミッション、今回も、シズとともにナイトライダー風に、お届けしたいと思います。そうですね、パフォーマンススペックの、車を用意するにあたって、コルベット、シボレーコルベットの C3 ですね、を用意しました。デザイン的にはやっぱりこれ、マフィアの方で使ってるあれと、レトロスポーツだし、多分すごい近いんだと思うんだけどね。で、ただ、ラベルがこう、ラベルというか、飽きたので、デッドセックという、これ、まあ別のやつとこで使おうかな。デッドセック、これ違うやつで使おうかな。違うやつで使おう。デッドセックっていうのはあれなんだよね。まあ、いずれまたやります。ウォッチドッグスの、チームというか、組織というか、自分の属してるのが、デッドセックっていう組織なので、そのやつなんだけども、いやー、炎にしちゃう？炎にしちゃう？結局。ちょっと炎は空き気味っちゃ空き気味なんだよね。まあ、ブルーにこれだったら結構、まだ、こっちにする？ちょっと待ってね。まあ、これにしよっかな。海賊っぽい感じで。カリブの海賊的な感じで。こっちでもいいけど。ちにしよっか。カリブの海賊的な感じで。はい、ヘイシリー、タイマーセットして。20分にセットしました。カウントダウンを開始します。はい。まあ、ステッカーは飽きたら変えます。では、ストーリーミッション、まず資格試験から。レベル22必要なんだね。必要というか、まあ必要なのか。ここだ。Hey Siri、 フロリダの名物は？ウェブでフロリダの名物の情報が見つかりました。ご覧ください。そう、地形になっちゃうか。まあ、マフィアと同じ車だとして、走りやすさが全然違うんですけどね。I've been thinking. Shiv sent a lot of guys after Cam in the last few years. They all disappeared. Do you understand? He's dangerous, I get it. He's a killer! I want what you want, but I don't need your blood on my hands. Show me you're good enough to take down Cam, beat me and my boys, or I'm out of here. Show me what you got, Alex! You haven't won yet, Alex. Hey Siri、 パフォーマンススペック。スペックに関する記事が見つかりました。お読みしますか？ Yes。 そうなんですね。なんで、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 ヘイシリー、ヘイシリー、スペック、スペック
スペックに関する記事がウィキペディアで見つかりました。お呼びしますか？イエス。スペックとは英語でスペクオン、いわゆる仕様書のことであるが、和製英語の範疇では一般に工業製品に期待される性能のことである。俗にカタログスペックやソンスペック、モロモトなどのように表現される。自動車のカタログなどでよく見られる。ヘイシリ、パフォーマンス。私には分かりませんでした。ヘイシリ、もう一回。パフォーマンス。ヘイシリ、今レース中だから画面見れないからさ、フォローが必要なのやめてな。ヘイシリ、パフォーマンス。俺画面見れないんだってば。どんなボケをしてるのか分かんないんだって。合ってるんじゃん。そしてすみません、よく分かりません。なんじゃ言って、それ言って、シンプルすぎるかな。やっぱりもっとあれですね、なんか海賊っぽいやつにしようかな。 Behind the wheel, maybe. I'll help you, but I'm serious, Alex. Ken will kill you if he has to. Are you prepared to do the same to him? I don't know. You better think on that. ボロボロだけど、アニータの車。やっぱりでもフロリダはヤシの木とかあってすごく綺麗だよね。とりあえずステッカーに悩む。ヘイシリー、ステッカー悩むね。こっちにしとくか。せっかくだし。ヘイスリー、マイアミバイス。私にはそのお手伝いはできません。何のお手伝いなのそれ。なんでフォトを開くの。フォトを開く、フォトを開く。開けないけど。ほんと？次は？メインイベント。23ぐらいなんかあるんじゃない？これか。ダートだけど。ダートだけど。TKO。 とりあえず向こう行ってた後乗ってみるか。じゃあこうか。綺麗だね。うん、モノレール走ってたよ。
おっと、コーヒー、何このコーヒーは。セントバーナード、ヘイシリー、マイアミ綺麗だね。ヘイシリー、フロリダ好き。そうですか。ヘイシリー、犬好き。わ、今のは犬語でハイです。お前面白いな。ヘイシリー、ゾウ好き。そうなんですか。ヘイシリー、シリーの好きな動物は。俺と言って好きな動物はありません、この星では。マジか。いろいろ想像したけど、違う星の動物は好きなんだな。ヘイシリー、どの食べ物が好き。特に好き嫌いはありません。なんかすごく言い方になんつうの、含みなんか、本音じゃないだろう。ヘイシリー、嘘つく？ヘイシリー、シリは嘘つき？違います。まあ信じないけどな。ヘイシリー、信じないけどな。一つだけ見つかったのは、さいたま市の神落合任意の中田雅人司法書士事務所です。こちらでよろしいでしょうか。また何を見つけた。それは面白い質問ですね、金谷さん。ダートの マスタング。あー、こんなのも持ってたな。また体当たり系か。Do you see him yet? Yep, and he's seen me. Time to introduce myself. 体当たり強そうなステッカーを貼ってるんだけどね。Take him down hard, Alex.どれ。Careful, Alex. You've got law enforcement incoming. Perfect. やっぱりね。Nice hit.
up here, Control. Need to wrap this up ASAP. Roger that. なんか突っ込んだけど、ボロボロだけど。Gonna kill you. You don't work for Cam anymore. You run with the 510s, understand? You serious? Cross me and find out. Next, 自己紹介。ヘイシリー、フロリダのオレンジカジュ、オレンジカジュエン、オレンジカジュエン。フロリダが関わっている作品はこちらです。オレンジ、オレンジ。え？どういうこと？え、これフローライダー関わってんの？オレンジって邦画のオレンジに？マジでよくわかんないけど、まあいいや。ヘイシリー、フロリダの生物。生物に関する記事が見つかりました。お読みしますか？イエス。生物または生き物とは、動物菌類植物菌に生細菌新生細菌などを総称した呼び方である。地球上のすべての生物の共通の祖先があり、その子孫たちが増殖し複製するにつれ遺伝子に様々な変異が生じることで進化が起きたとされている。怪我、バクテリアから人に至る生物多様性が生まれ、お互いの存在、他者や地球環境に依存しながら相互に複雑な関係で結ばれる生物圏を形成するに至っている。
そのことをガイアとも呼ぶものもある。これまで記録された数だけでも百数十万種に上ると言われており、そのうち動物は100万種以上、植物は50万種ほどである。生物と呼ぶと加熱調理などをしていない食品のことを指す。具体的な例を挙げれば刺身などが代表的な例としてよく用いられる。生物、それ生物と、生物と読むとんだよね、読むとだよね、生物のことだよね生物だよね。へえ、ガイアってそういう意味なんだ。うわあ、夕日きれい。多分夕日、まあ夕日が綺麗なとこ、夕日が綺麗なとこって結構いっぱいあると思うんだけども、夕日が綺麗なとこ、夕日が見たいところの一つだよね、こことかね、この地域は。まあ夕日はどこも綺麗だけどね。そして綺麗で切ない。Hey Siri、夕日が切ない。Hey Siri、夕日好き？そうなんですね。なんか男の声でこう淡々と言われるとまあいいのか。ナイトライダーだし、キッドだし、キッドっぽい、キッドっぽいお前。待てよ。で、ここから各地域までの距離だけども、ヘイシリー、あ、もうルイジアナなんだ、ここ。フロリダからルイジアナまでの距離を教えて。お探しの場所を見つけられませんでした。ヘイシリ、フロリダからルイジアナまでの距離を教えて。ルイジアナのバトンルージュはフロリダのタラハシーから車で約713キロのところにあります。直線距離は約663キロです。それでもそのレベルだもんな。ヘイシリ、フロリダからテキサスまでの距離は？現在地までの距離は 0.5 キロ弱のようです。違う。現在地までの距離とか、というか現在地までなんで 0.5 キロもあるんだよ。それは面白い質問ですね、キムヤさん。いや面白くねえだろ。現在地までの距離なんか知りたいわけないだろ。ゼロだろ、ゼロ、ゼロ。ゼロ以外にありえないだろ。ヘイシリー、フロリダからテキサスまでの距離。テキサスのオースティンはフロリダのタラハシーから車で約1407キロのところにあります。直線距離は約1294キロです。レベルが違うね。宇宙産業施設、地元と国内の、宇宙産業用に燃料や特殊な化学製品を供給する製油所兼工場
Hey Siri。宇宙産業。すみません、私には理解できませんでした。ああ、さては秘密持ってるな。Hey Siri。秘密を教えて。嫌ですよ。壁に耳あり、障子に目ありって言いますからね。え、そういうなんか単純に知られたくないんじゃなくて、もっとあの他に知られたくないってこと？まあな、壁に耳あり、障子に目ありどころか、これから YouTube にアップされるからな。ぶっちゃけ。ヘイシリー、意地悪せずに教えて。意地悪雪というコンテンツは見つかりませんでした。ごまかしたな。ヘイシリー、秘密教えて。残念ながらそれは機密事項です。冗談ですよ。ヘイシリー、冗談教えて。ウィキペディアでジョークの情報が見つかりました。お呼びしますか？イエス。ジョークまたは冗談は、聞き手や読み手を笑わせたりユーモアを感じさせる小話や短い文のこと。日本語では音と意味の近いジョークと当て字されることがある。ここで言うジョークは悪ふざけ、プラクティカルジョークと異なる。プラクティカルジョーク。ヘイシリー、冗談教えて。ウィキペディアでジョークに関する項目が見つかりました。お呼びしますか？ノー。ウィキペディアでジョークに関する項目が見つかりました。お呼びしますか？ヘイシリー。はーい。ヘイシリー、ナッシュビル。こちらがテネシーのナッシュビルです。さあ、レースに勝利しろ。You get the same choice I gave everyone else Shiv sent after me. Disappear tonight or disappear forever. It's not.It's gonna be real fun taking you apart. Go home, 510. You can't win here. The South will eat you alive. Do you think this means anything? もう直接対決してますけど。ヘイシリー、冗談言って。 iPhone1 コナフから iPhone2 号に言いました。ベイト、何でしたっけ？前はこれ、知ってたんですけどね。もう肝心なとこで、ヘイシリー、お前は肝心なとこでいつもダメだな。ヘイシリー、ジョーク言って。 iPhone1 コナフから iPhone2 号に言いました。レイド、何でしたっけ？前はこれ、知ってたんですけどね。
なんでさ、わざとこう中途半端にプログラムされてんだろうね。Hey Siri、記憶力いい？Hey Siri、シリの学力は？ご質問ありがとうございます。何か他にご用はありませんか？え？あ、ま、オッケーか、よし。オッケーならいい。あ、やばい。っていうか、結構近づかれてるよ。でもキャメロン超遅いけど。キャメロン超遅いけど。え、キャメロン大丈夫？超速いんじゃなかったっけあいつ、本当は。本当はというか、設定では。支配してんじゃなかったっけ？ヘイシリー、キャメロン。お探しの場所が複数見つかりました。その中の一つは京都市の立花町のキャメロンです。こちらでよろしいでしょうか？ヘイシリー、ハロー、ゆうやさん。ヘイシリー、場所に頼るのよくない。ヘイシリー、よくない。Not bad, but it takes more than one race to own the South. I guess I'll see you soon. なんで燃えてる？なんで燃えてる？怖いわ。はい、それでは、今日はこの辺で終わりとさせていただきましょう。ではご視聴ありがとうございました。ヒューエでした。バイバイ。